一番好きな花考察。さあ今回はですね、一番好きな花考察やっていきたいなと思います。まあ前回の動画ですね、最新の動画はですね結構前になるかなと思ってて、2週間前ぐらいですかね、上げさせていただいた動画で、まあコメントもいただいてね、まあそういう観点があるのかっていう気づきもありましたし、まあとてもね、ありがたい、コメントをいただきました。本当にありがとうございます。皆様のね、意見を知ることができたりとか、まあ、新たなね、そういった見方、観点っていうところを教えてくださる、教えていただくっていうことが非常にこう何より嬉しいことなので、ぜひぜひコメントを引き続きですね、たくさん書き込んでいただけると嬉しいです。さあ、前回の流れからですね、椿は家を売りに出すことを決意したということでした。前の家主が買い戻したいと申し出ていたことがきっかけとなってですね、まあ後押しされた形になるでしょうか。まあそういったことがきっかけで椿はですね、家を売却するという決意ですね。まあ本当にこう奥さんとっていうところで、まあ結婚生活ですね、を進めていくにあたって買った新居というところだったんですけれども、まあね、惜しくもというか、ちょっと辛い形で別れてしまってっていうところで、まあ一人になっていたんですけれども、まあ三人と出会ってね、居心地の良い空間、コミュニティが形成されていたんですけれども、まあこう一つですね、こう決断というか、まあ、思い切ったですね、判断を下したということなんですよね。そしてその買い戻しの件でですね、まあ、もみじのね、元先生が住んでいたっていうところでですね、まあ、それをね、買い戻したいっていうところだったんですけれども、まあ、よいよとしてはですね、この椿夫婦が住んでいる前提で、この早期買い戻しを進めていたっていうところで、おそらくね、この椿夫婦がまだ別れているっていうことを知らずにね、買い戻したいという意向があったんではないのかというところでですね、こう早期、買い戻しに関してわがままなんじゃないかっていうところでね、バッサリ切るっていうところですよね。一刀両断したんですけれども、しかしですね、それに対してのもみじでございます。何も知らないのにね、否定的な言葉を使うのはおかしいというふうに、強い口調で反論します。まあしかしそれに対して引き下がらない、ヨヨというところでですね、まあこのヨヨ VS モミジのね、この構成があったわけですよ。攻防ですね、があったわけなんですけれども、まあちょっとこれ新鮮でしたよね。なかなかここまでの、この4人の中での誰か2人のね、バトルっていうところがなかなかこんな、激しいというか、まあ激しいっていうほどではないんですけれども、ちょっとこう相手の、考えをですね、ちょっとおかしいんじゃないかっていう詰め寄るっていうところはなかなか今までね、この作中で見られなかったので、そういった中でも割と珍しいシーンではないでしょうか。ヨヨからしてみればですね、まあ、椿やね、他の2人と楽しく、この居心地としてね、非常に良い家、すなわちコミュニティを失うことが、非常に怖かったんじゃないのかなというところですよね。この繋がりすらも失われる、そういった危険性を即座にね、感じ取ったからこそ、まあ、このようにね、語気を強めて言葉でね、激しく非難したのではないのかということが考えられますし、まあそういったところを行方が語ってましたね。まあ、本当にこう全員にとって居心地の良い空間、コミュニティであるっていうことが本当にこうね、回を重ねるごとに視聴者にもですね、伝染していましたし、大きなテーマとしてですね、こう伝わってくるものがありましたよね。そんな中でのこの家の売却っていうところで、まあこの家、あの家ですね、椿さんの家が、なくなればですね、憩いの場としてのあのね、場所もなくなるわけなので、まあ、自然消滅的なこの集まる機会もなくなっちゃうんじゃないかというところでですね、もうもちろんね、椿さんに対する恋心ですよね、ヨヨが持っている思いっていうところもあるんですけれども、それ以上にこの4人でのね、2人組ではなく4人組としての居場所を、失う、そこら辺の恐怖心っていうのが あってですね、今回のね、展開に至っていたというところがね、ちょっと重々しい、見てる側としても大きい、これはことだなと、ショックなことだなっていうのは感じましたよね。まあ視聴者の方も、まあ騒然としたシーンだったんじゃないのかなと思います。4人でね、こうゲームセンターに行ってホッケーをする描写もあってですね、まあその後にですね、家でもっていうところでホッケーをね、ヨヨが買ってくるわけですよ。まあそれを受けてですね、こう椿はね、みんなでいっそここに住むというふうに冗談をね、ヨヨにかましてしまうんですよね。
それに意気揚々とね、はいというふうに返事をするようでございます。いやね、これもちょっとね、椿さんのね、意地悪なところ、意地悪っていうかね、冗談っていうところ、可愛げのある冗談なんですけれども、まあヨーヨーとしてはですね、もう本当にこうなんていうんですか、一番欲しいこの言葉っていうところが来たわけですから、もうパーンっていうね、もうポンポーンっていうぐらいの返事の速さですよ。もう即座にもう反応するわけですよね。そこら辺もちょっと切なかったですよね。まあ、このホッケーを買うことによって、椿がね、家を売却するっていうことに関して思い直してくれるんじゃないのかなっていうね、そういった一縷の望みみたいなのも心のどこかにあったのかもしれません。それほど強い思いが、まあ、この椿家にあるっていうふうに読み取りました。さらにヨヨはですね、ここで仕掛けるんですよね。スミレさんの代わりにはなれませんかというふうにね、椿に問いかけて、まあ、いろんなね、ことをですね、想定っていうところを、椿にね、打ち明けるわけですよね。ここでこう、カミングアウトではないな。はっきりとストレートにかますっていうところで、いやー、ここで来るのかっていうのがありましたよね。椿さんに対する思いっていうのを、こう、今かっていうかね、こう、タイミングを見計らっていた節はあったと思うんですけれど、このタイミングで、なんと申し出たと。いうことでございました。いや、それに対してですね、椿がヨヨに、まあ、二人と同じくらい好きという風に返すんですよね。まあ、ごめんねとかではなくね、ありがとうとかそういうなんじゃなくて、みんなと同じように好きだよっていうね。これまた新たなこの返しじゃないですかね。なかなかこの、今までこのただのラブストーリーとかだと、まあ、二人の間でのね、二者間の話じゃないですか。だから、こう明確な返事をせざるを得ないと思うんですよね。ただ今回は4人組のお話ですので、こうさらっとこう3人の話にすり替えるんじゃないですけれども、ちょっと直接的に言及しなくて済むっていうね、そういった今回の、まあ、属性的なドラマの性質上のお話でもあるっていうことですよね。これが本当にね、面白い、このドラマの面白い部分なのかなと思ってて、こう抽象的になれるっていうところですよね。こう具体性を持たせずに抽象的で落とし込むことができるっていうのが、まあ、この4人組、2人以上、3人以上のね、この組織図じゃないですけれども、まあ、この関係性なのかなと思いました。椿のね、あのね、好きという問いに対しての交わし方ですね。これ結構ね、ここ最近の、まあ、ドラマで一番このなんていうかな、意外みたいな、ちょっと返しとしては、なかなかちょっと変わったような返しになっていたのかなと思いますし、この一番好きな花ならではの返答だったんじゃないのかなと。もみじのね、コンビニに行ってですね、ヨヨはちょっとね、あの告白のようなものに対しての、まあ、自分のね、後悔っていうところ、後悔の念を、まあ、吐露してましたよね。まあ、ヨヨとしても、まあ、いろんな想定をしていた中で、まあ、あのタイミングで、あのような言い方っていうところで少し後悔があったのかなと思いますし、まあ、この先ですね、どうなっていくのかっていうところですし、まあ、この4人、3人2人っていうところの関係性のまた変化ですよね、がどのように、動いていくのか、変遷していくのかっていうところもですね、今後また引き続き、楽しみにしたいところでございます。はい、ということで今回はですね、一番好きな花考察やっていったわけなんですけれども、まあ、この告白に対するね、ヨヨの告白に対する椿の返答が、まあ、このドラマならではだったということをですね、力説というかね、お話しさせていただきました。皆様、今回のね、一番好きな花で気になったシーン、もしくは考察ポイントなどなどですね、ぜひお聞かせいただけると嬉しいです。日々ドラマや映画情報を更新しております。チャンネル登録、高評価していただけると大変嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。